自分の子供を犠牲に大勢の命を救えるとしたら、あなたはどう決断を下しますか？2019年9月17日、中国。この日、中華人民共和国国家主席習近平は、ある一人の男性に国家栄誉称号を授与しました。その男性の名は、ルー・ファンジョウ、中国医学学科学院院長、北京ユニオン医科大学学長などを歴任したウイルス学者でした。あの感染症が根絶されたのは、彼のおかげです。著名なウイルス学者、アルバート・サビンもそう称賛したグーの功績。同年1月に92歳で病没したグーでしたが、彼はその死後も中国社会の功労者として高く評価されることになったんです。しかし、グーがそのウイルスの撲滅に尽力した当時を知る学者の中には、次のように話す人が少なからずいました。あの時彼がやったことは非人道的とさえ思いましたよ。なんせ生後数ヶ月の自分の息子を人体実験に使ったんだから。生後数ヶ月の息子を実験の被験者に使った男、グー・ファンジョ。彼が非人道的にも思えるその行動に至った理由とは。息子を危険にさらす彼の実験は、勇気ある行動か、無謀な愚行だったのか。おそす、明日からフィリピンに行くよ、ケンちゃんです。フィリピンといえばジョリディ、ヤミエミコです。ジョリディじゃねえ、ジョリビーだよ、お前何も知らない。あ、ジョリビー。本日ご紹介するのは、中国のウイルス学者グー・ファンジョについて。彼はですね、あるウイルスの根絶に貢献したと言われてるんですけれども、その裏にはですね、非人道的な実験の存在があったとして非難の声も上がっているような方なんです。今までアルゴメトリで紹介したこういうさ、医学の発展の裏にみたいな話も、人道性みたいなの問われてるじゃん。まあでも動物実験とかやっぱりつきものだと思うんだけど、その上でこの人はどうという非人道的だって言われたのか気になるわね。もしね、同じ立場だったら僕は同じように行動してたのかっていうと、無理だったろうなって思ういますよね、内容的に。まあ、そもそも当時のグーが立ち向かったウイルスとは一体何だったのかっていうところで、当時の20世紀世界を震撼させたあのウイルスだったんです。幼児を狙う病魔。2020年5月17日、今回の舞台は中国。この日、中国ではある番組が国民の注目を集めていました。その番組とは、Moving China 2019。国民の投票により、中国に大きな感動をもたらした人物を表彰する番組です。毎年定期的に放送されているこの番組で、この年に表彰されたのは、各界の有識者のほか、四川省の山火事で命を落とした31人の消防士、女子バレーチームなど、そしてその中の一人に選ばれたのが、ウイルス学者のグー・ファンジョウでした。グーはかつて中国で猛威を振るった、ある感染症を根絶したとされる功労者。その感染症とはポリオでした。ちょっと私恥ずかしながら知らなかった。ポリオってどういう病気なの？まあ、今はね、世界中ではもうほとんど根絶されてる状態なんで、知らない人の方がね多いと思うんですけど、というわけでね、本日のメトラキーワード、ポリオについて。ポリオとは、ポリオウイルスが体内に侵入することで発症する感染症で、別名脊髄性小児麻痺とも呼ばれます。患者のほとんどが1歳から6歳の幼児で、四肢や呼吸器系統の麻痺を引き起こすことから、その病名が付けられているんです。ポリオウイルスが体内に侵入すると、喉や腸内で繁殖し、血中を通じて中枢神経系の細胞を破壊します。ただし、そこまで重篤化するケースは稀で、患者のうち 95% は無症状。稀に重篤化した場合は、数日の発熱の後に麻痺症状が現れ、そのうち半数は生涯にわたり麻痺の後遺症が残るとされているんです。今となってはもはや過去の病気となったものの、1940年代から50年代にかけては、世界中で毎年50万人の患者、死者を出していたポリオ。呼吸器系統の麻痺を患った患者は、鉄の肺と呼ばれる箱型の人工呼吸器の中で一生を過ごさねばならないこともありました。そんな一時代を乗り越え、世界中の医療関係者の尽力により、各地で根絶の道をたどることになったポリオ。その一端を担ったのが、中国のウイルス学者グー・ファンジョーだったんです。しかし、グーがポリオに立ち向かっていた当時、彼が行っていた実験内容を知る関係者の中には、こう話す人が少なくないんです。あの時はさすがに驚きましたよ。いくら中国全土の子供たちを救うためとはいえ、グーさんは自分の子供をポリオの危機にさらしたんですから。つまりこれ、自分の息子で一生その息子ちゃんにね、後遺症が残るかもしれない実験をしたってことね。それは非人道的だって言われるわね、確かに。まあ、そうなるとね、気になるのは、グーがなぜその決断に至ったのかというところなんです。そこにはね、グーの確固たる信念と、当時の研究を進める上でのやむを得ない事情があったんです。数百万人の命。
1955年、当時29歳のグーはこの年ソ連への留学から帰国しました。そして同時に彼は中国の子供たちを襲っている惨状を目の当たりにします。先生、息子の様子がおかしいんです。今にも泣き出しそうな顔で病院に駆け込んできたその女性、彼女が抱えていた子供の足はまるで自分のものとは思えないほどに力が抜け、ブラブラとぶら下がっている状態になっていました。1950年代に入り、中国ではポリオが蔓延し始め、病院にも患者が殺到していたんです。しかし当時の中国にポリオの治療法は存在せず、医師は皆何も手を施せずにいました。昨日まで本当に何ともなかったのに、どうしてこんなことになってしまったの。ポリオの初期症状は風邪と何ら変わらないため、この女性のようにある日突然子供が麻痺症状を発症し、落胆する親は少なくありませんでした。風邪だと思って舐めてたら急に手足動かなくなっちゃうって、めちゃくちゃ怖いじゃん。しかも子供の時だけじゃなくて、その後ずっと後遺症みたいな形で残ってしまうのを考えると、親としても本人の子供としても、ね、非常に恐ろしい病気だったことが分かりますよね。そうやって悲しみに暮れる人々を前に、何か覚悟を決めたような表情をしていたのが帰国したばかりのグー。私はこの時のために感染症のことを学んできたのかもしれない。彼は一人静かにウイルス学を志すようになった、その過去を思い出していました。1926年、グーファンジョーは上海の町で生を受けます。父親を幼少期に亡くし、助産師の母によって女で一つで育てられたグー、人一倍の苦労をして自分を育ててくれた母の姿を前に、彼は年頃になるに従い次のような考えを持つようになりました。必死で勉強して将来は医者になろう、それで母さんを楽にさせてやるんだ。もともとはお医者さんになりたかったみたいなんだけど、何きっかけでウイルスの研究者に方向転換しちゃったのかしら。グーがウイルスの研究を進んでいこうっていうね、決意したのは、医学を志す中でですね、感じたある一つの感情がきっかけだったんです。以降グーは母親を助けたい一心で勉学に励むようになり、18歳の頃に北京大学医学部へ入学、順調に医学の道を志していきます。ただ6年間の大学生活を経て、グーは医師とは違うまた新たな目標を抱くようになっていました。医者は人の命を救う素晴らしい仕事だ、でもそれよりもウイルスの研究者になった方がもっと多くの人の命を救える。医学を治めるうち、数百万人の命を救えるウイルス学の可能性に気がついたグーは、ここからソ連医学アカデミーのウイルス学研究所へ留学。そして5年の留学の後、帰国したグーを待っていたのが、国中に蔓延していたポリオの脅威だったんです。私が感染症について学んできたのはきっとこの時のためだったんだ。そう確信したグーはここからポリオワクチンの研究を開始。当時はすでにアメリカでワクチンが開発されており、グーはその開発データをもとに研究を進めていこうと考えていました。しかしこの頃アメリカは中国に対し技術封鎖をしており、国内でワクチンの開発データを手に入れることは不可能。そこでグーは保健省に掛け合い、1959年からチームを率いてソ連で研究を行うことに。ところがいざアメリカのワクチンの実態を知ってみると、このワクチンを中国国内で流通させるのは現実的ではないことがわかるんです。1回のワクチンに5ドル、これはコストがかかりすぎてる。そう、アメリカで開発された不活性ワクチンは非常に高価なもの。さらに完全な抗体を作るためには3回も接種しなければならず、当時の中国の庶民にはとても手の届くものではなかったんです。何、じゃあアメリカのワクチンは中国じゃ実現できないと。わざわざね、研究のためにソ連まで来たっていうの。それがね、そうでもないんです。研究のためにソ連を訪れたグーにはちゃんと収穫があったんです。アメリカの不活性ワクチンの実情を知ったグーの研究は振り出しへ戻ったかに思われました。しかし同時にグーはつい最近ソ連で開発されたばかりのワクチンの存在を知ります。そのワクチンは弱らせたポリオウイルスを用いた生ワクチン。不活性ワクチンとは違い、一度の接種で十分な効果を発揮するものでした。さらに生ワクチンの製造コストはアメリカの不活性ワクチンの1/1000。中国国内への流通の実現可能性はアメリカのワクチンよりずっと高く思えたんです。こうしてソ連の生ワクチンを手本にしたグーは1959年12月、独自のワクチン開発に成功。ただ開発が終わってもまだ問題は山積みでした。国内でのワクチン流通に先立って臨床試験は必須。しかし生きたウイルスを用いる以上、副作用の危険性は拭いきれません。そして当時世界中で恐れられていたポリオのワクチンとなれば、被験者を確保するのは到底困難なことだったんです。いや、そりゃ麻痺の後遺症残るとか言われたら、ワクチン出してくれる人なんてそうそういないわよ、これは。でも流通させられないなんてことになったらですね、せっかくワクチン開発したのに意味がないっすよ、ね、臨床試験の必要性に駆られたグーなんですけど、一体どのような決断を下すのか。避けられぬ代償。ワクチンが完成すると、グーはその危険性を検証するべく猿を用いた臨床試験を実行しました。結果、副作用は確認されず実験は成功。しかし当然のごとく、動物実験だけでワクチンを流通させるわけにはいきません。そこでグーはこう考えたんです。被験者がいないなら、私自身がワクチンを飲むしかないな。
その日いつものように研究室を訪れたグー。彼は出勤して間もなく自分の体をつぶさに観察し体温を測った。体のどこにも異常は出ていないし発熱もない、順調だな。そう、グーが実験台としてワクチンを飲んでからすでに数日が経過していたが、その体に副作用は出ていなかった。そうやってグーが安堵の表情を浮かべていると、そこへ出勤してきたのは彼の研究チームの一員。グーさん、どうしたんですか、嬉しそうな顔して。ああ、臨床試験がうまくいったんだよ。ワクチンの接種から数日が経つが副作用は出てない。グーがそう言うと同時に同僚は怪訝そうに顔をしかめた。臨床試験ですって。理解が追いつかない様子の同僚に向かい、グーは続けてこう言う。自分でワクチンを飲んだんだよ、実験は成功だ。そう、グーは実験が終了するまでワクチンを飲んだことを誰にも話していなかった。グーがワクチンを飲んだことを周囲に話さなかったのは、その危険性から誰もが反対すると考えてのことでした。いや、怖がって誰も飲まないから、自分で飲むってすごい覚悟ね。でもこれのおかげでとうとう流通できるようになるんじゃないの。実はこの他にもですね、必要な臨床試験っていうのがあるんです。自身の身をもってポリオワクチンの臨床試験を実行したグー。しかしその実験結果をもってしても、まだこのワクチンを安全だと言い切るわけにはいきませんでした。なぜなら最初に説明した通り、ポリオを発症するのはほとんどが1歳から6歳までの幼児。大人の体で副作用が出ないことは安全性の証明にはならず、その年頃の子供で臨床試験を行う必要があったんです。そしてこの状況を受け、グーはもう一度決断を強いられることに。このワクチンを生まれたばかりの息子で試そう。確固たる覚悟を胸にはっきりとそう言ったグー。当然研究チームのメンバーは誰もがグーのその言葉に異議を唱えました。あなたの息子さんはまだ1歳にもなっていないんですよ、何かあったらどうするんですか。しかしグーは決して意見を曲げませんでした。自分の息子に使えないワクチンをどうやって他人の子供に使えるというんだ。ただ実験が終わるまで妻にはこのことを黙っておいてくれ。奥さんに黙って臨床試験息子に受けさせちゃったらさ、何かあったらただごとじゃなくなるわよこれ。大丈夫、まあ、これがですね、グーの実験が非人道的だとバッシングを受けたね、理由でもあるんです。こうしてグーは生後間もない息子にポリオワクチンを投与。1週間の経過を観察したところ副作用は現れず、実験は晴れて成功。そして案の定、グーが息子を実験台に使ったことを打ち明けると、彼の妻は大激怒。信じられない、私に黙ってあの子を人体実験に使うなんて。しかしそれも全てはポリオに侵されている多くの子供たちを救うため。そう言われては妻もそれ以上追求することはできませんでした。こうしてワクチンの安全性を証明したグーはそこから江蘇省へ移り、大量生産のための施設を建設。電力の供給不足や温度管理など多数の問題をクリアし、1960年12月、ついにポリオワクチンを中国全土へ送り届けることに成功。さらにグーはここからまた試行錯誤を繰り返し、1962年には砂糖入りのキャンディー型ワクチンを開発。従来のワクチンは液体だったため嫌がって飲まない子供が多かったといいますが、その課題を見事に解決してみせるんです。また固体になったことで輸送もより容易になり、これまで以上にワクチンが広く浸透していくことに。実のところこのキャンディー型ワクチンの着想は、グーの幼い息子がキャンディーを欲しがる姿を見てのこと。グーは実験にとどまらず、ワクチン開発を通して何度となく息子に助けられていたんです。このほか感染症の課題は、治ってもまた別の人に移してしまう二次感染にあると考えていたグーは効果的な予防接種プログラムを考案。地域の 95% の子供たちが約1週間で一度に予防接種を受けられる方法を考え、二次感染の予防に努めたんです。グーの功績はワクチンの開発だけじゃなくてね、こういうのもあったって、すっごい子供たちを救おうっていう意志の強さを感じるわよ。まあ、自分の息子をね、実験の被験者にしたっていうこと以外では褒められる文脈も多いのかなと思っておりまして、結果としてね、世界中の子供の命を救ったっていうのもあるので、まあ、本当難しいですよね。ここの善悪っていうのはね、本当に一人一人違うのかもしれないんですけども、皆さんもこの件に関して何かこう思うところとか、まあ、考えがあれば、ね、ぜひコメントをいただけますと幸いでございます。グーの数々の尽力によって根絶の道を辿っていった中国のポリオ。後にソ連で生ワクチンを開発したウイルス学者アルバート・サビンも中国を訪れ、グーのその功績を称賛しました。2000年には WHO が西太平洋地域のポリオ撲滅を宣言し、その発表式典に出席したグーが撲滅報告書に署名。ポリオ撲滅の功労者として歴史にその名を残すことに。またポリオワクチンの開発後はがん治療やアルツハイマー治療の分野にも貢献。2019年に病没するまで国民の健康のために奔走し続けました。医者は人の命を救う素晴らしい仕事だ。でもそれよりもウイルスの研究者になった方がもっと多くの人の命を救える。医学部時代にそう誓いを立て、ウイルス研究の世界へ飛び込んだグー・ファンジョー。彼のワクチンが世代を超え数千万人の命を救ったのは、医療に携わる多くの人の指針となるべき志があってのものなのではないでしょうか。